ツネダンスほんと可愛いよね。ねえ、あんまり良さがわからんな。近くに立浪監督いる。どうしても気になるな。え、何が？その木でやらんかいの木ってやっぱ難しい方の木かな。その木だろうな。ここで合ってますか？何がですか？神田走塁育成プログラム受けたいんですけど。神田も出なくなるぞ。中村のりさん二軍コーチになっちゃったね。なったね。何が原因かわかんないけど絶対なんかはあったよね。なんか怖いね。まあまあでも立浪監督が悪いはずないんだけどね。当たり前じゃん。ただの配置転換だよ。根尾くんってどう使ったらいいかな。これは外野一本でしょ。あ、肩強いし守備範囲広いもんね。あ、でもやっぱりショートかな。順次ショートのレギュラー固まってないし確かにいいかもね。あ、でも二刀流も。あ、ちょっと待って、やっぱり主はピッチャーで。半年で起きたことと思えねえな。マスク外して。よし、広角1番センターね。次顔見して。よし、いいね。4番ファーストね。はい、次。あー、ダメだ。今から名古屋球場行って。ネオくんピッチャー転向したね。ピッチャーで出ることはあるけど代打待機ってそんな前と変わらなくない？今年はな。聞いてんの？ちょっと聞いてんの？ネオがブルペン入りした時の荒木コーチ。ルーキー活躍してるね。打席数なら1年目の時のネオも負けてねえだろ。中日の番記者立浪監督？あー、野球に関しては真面目ですから野球に対する熱量は素晴らしいですし、野球については文句ないと思いますね。野球はって強調してますよね。え？いやー、去年より良くなったよね。立浪監督になってバッターが生き生きしてるよね。でも与田さんが投手陣を整備したのも大きいよね。やっぱりお前もそう思うよ。お前？